つてれ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 つてれれてれてれつてれてれ。はい、そんなわけでやってまいりました、キノコ VS タケノコ、犬猿のね、いや悲しい事件を何度も何度も生み出したこの歴史。ヘイバディ、いや大人同士はもう喧嘩しませんよ。争いは同じレベルのものでしか起こらない。我々のね、大好きなキノコタケノコ論争の大人バージョンが出たというわけで買ってきました。私が好きなのはタケノコなんで、タケノコからね、先に食べてみようかな。厳選ブレンドの、甘さ控えめカカオの旨み。召し上がれ、くつろぎを。そして、タケノコ。いや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 、そんなことは割とどうでもいい。茶色くしただけ。私はこう茶色くしただけで、高級感あるとか言わない。騙されない。歴戦の、タケノコ兵士が、すごく傷ついた、もう、なんかソリッドスネークみたくなってるね。こんな、焦げちゃって、ちょっとグレネード一発浴びたかのような感じ。伝説を取り戻してきます。チョコが違うんですよ。要するにチョコが甘さ控えめのカカオの味がする。仮にですよ、タケノコの里がゴディバとコラボして、タケノコのチョコの部分がゴディバになったっていうのを求めてないんですよ。だからちょっと私には違うかな。甘い、いつものタイプが好き。しょうがないからね、ライバルであるこいつもね、一応ね、好敵種ということでね、食べておきますよ。厳選ブレンド、大甘さ控えめカカオの旨味、キノコね、ませーん。あれ？あれ？何？タケノコは銅なのに、キノコは金。なんだろう？向こうちょっとソリッドスネークみたいな感じだったけど、こっちは、もうなんか、バズーカ？あえて言わせてもらいましょう。タケノコ派の私でも、キノコの方が美味しい。これに関しては、キノコの方が美味しいです。私はこっちの方が好き。通常のタケノコの里っていうのは、奇跡の配合なんですよ。あれはもう二度と多分もうできない。あれは本当に、あらゆるものが重なって奇跡的に生まれた一品なんで、あの配合を崩す、こういうことすると、やっぱ若干違うものになってしまう。その点ね、まあ、キノコっていうのは、そこからいくらでもまだまだバージョンアップが可能なんで、まあ、バージョンアップしたなという、そんな感じのキノコの山の方がちょっと美味しかった。うん、残念な感じだけど、タケノコ派の人もね、キノコ派の人もね、ここは一緒に仲良くなってね、大人の戦いをしましょうよ。てれつてれつてれ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 つてれ。